どうも、ゴルフの三谷です。いつもありがとうございます。今回はダウンスイングの肘の向き。これを皆さん意識してスイングできるように、この動画をお届けしていきたいと思います。どこに肘が向いていけばいいか、どういう感覚なのか、これをぜひ皆さん覚えていただいて、ボールを正確に遠くへ飛ばせるような、この感覚を身につけられるように、しっかりと練習を 踏まえてコースで実践してみましょう。私、三谷は4000名の方が海洋スクールで普段レッスンさせていただいてます。皆さん本当に感謝します。ありがとうございます。そして動画見てくれてる皆さん、右の肘どうしましょうかでは、早速いきたいと思います。右の肘の動きがわかりませんという方が非常に多いんですね。そしてこのゴルフというスポーツはこの道具を使いますので、このクラブのヘッドですね、この部分を下にこう振り下ろしてくる、こんな動作になっていくわけですが、これが どうしても、こんな感じで、クラヘッドを早く落としてしまう方が多いんですね。で、この時の右の肘というのは、こういう感じになってるんですね。まあ、肘が外に向いていて、もうここで伸ばされている状態になってしまってるわけです。では、これでは、まあ、ボールは遠くへ飛ばないし、正確に飛ばすことはできないんですね。そこで、このゴルフのスイングは、 え、ボールを投げる動きに近いと言われてます。<laughs> サイドスローもしくはアンダースローに近いと言われてます。えー、じゃあボールを投げるとき、まあボールをなかなかうまく投げられないという方もいるとは思うんですが、まあおおむねこう投げた経験ね、えー、ある人はほとんどだと思います。えー、そこでボールを投げるというのは、この肘から最初に、こういきますね。で、そこから、こう、投げますよね。えー、ですからボール投げる時のにこの肘からぐっと入っていくような、えー、こういうイメージなんですね。ですからこの、ゴルフにおけるスイングも、 この右の肘からこう向かっていく感じなんですね。もちろんその道具を振らなければいけないんですが、この右の肘をこういう感じで落としてあげる。肘が一番先行している状態。肘がこう矢印のようなですね、イメージで降りてくるような。こんなイメージ。これが一番、ゴルフのスイングを正しくですね、最後まで振り抜くための動作につなげていってくれます。ですから、このクラブを振り下ろすんですが、自分の動きとしては、 自分の体ですよね。右の肘を打っていく方に向けていくね。ここまで、こんな風になるわけではありませんが、おおむね振り下ろしたときに右の肘が、こういう動きですね。ここからこんな感じ。この形ですね。こうなってますね。投げる時のこの形ですね。これは非常に似てる。同じ手この働きを使って、その振っていくので、 あ腕を振ったり体を回したりするわけで、えー、この肘が先行している状態、そうするとそこから勢いがついた状態になっていきますよということです。うん、まあボールを投げるシーンで言うと、大谷翔平選手のニュースなんかを毎日のように、ね、見るわけですが、その時のこの、ね、肘がぐっと前に出てますよね。こういう形になっていれば、まあ、ゴルフのスイングもですね、しっかりとこのクラブを加速的にボールを捉えてですね、遠くへ飛ばすことが できます。そして、その動きが自然に、勢いよくですね、振り抜かれる形になっていきますので、もちろん精度も上げることができます。なので、この右の肘、この肘から先行していくね。少し、その、ボールを投げてみるといいですね。肩を痛めない程度に、肘を痛めない程度に、体を回しながらですね、こう、ボールをちょっと投げてみる。そうすると、この肘から向かっていくね、さらに体を回転させながら、こうね、投げる。 その感覚を少しですね、やってみる。まあそういう経験、まあ、毎日のように投げるという人はいないと思うんですけど、まあ、投げた経験がある人がほとんどだと思いますので、それをです、ね、やってみるね。やってみると、なんとなく感覚つかめますので、その後に、このね、ゴルフのスイング、取り入れてやってみる。こういうですね、自分の普段から、まあ、今までずっと培ってきた感覚をうまく活かして、ゴルフのスイングをしていくと、新しいスイングに向かっていきますので、ぜひそういう感覚を取り入れながら練習して、 コースの実践につなげてやってみてください。最後まで見ていただきましてありがとうございます。最後に高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。